はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。血尿闘病生活の気晴らしいね、自宅や動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい。今ね、この前ね、こう自転車を降りた瞬間にね、足がつりました。まあ、その先日ね、こう病院へ自転車で行った日のことですけども、まあ、家に帰ってきて靴を脱いだ時にですね、右足のこの足首から足の指にかけてですね、つりました。まあ、冷えて筋肉がつってしまう経験をね、何度もこうお話ししてますけども、まあ、きっとこの時も自転車をこう入れ、こう体が温まってたのが、まあ、靴を脱ぐことによってですね、急激に足がこうギュッとこう冷えてですね、つってしまったんだとね、思います。いや、びっくりしましたね、本当に。こうまただってね、こう自転車をこう入れ、温まった体の温度ですよ。家の中がこう冷えてたことによる、その室温とのね、この温度差でね、このようなことがね、起こるんですね。まあ、この靴を脱いだだけなのに、足の温度も下がって、なおかつ足がつってしまうことのこの体の状態なんだなということのね、まあ、この自分の体が病気する前の体からね、変化をね、実感しましたね。まあ、入院中はずーっと適温だったのでね、室内、病室は適温だったのでですね、まあ、体の体温とこの部屋の温度の関係にはね、まあ、それほど違和感というか、まあ、その寒さといいますかね、差は感じなかったんですけどね。まあ、その、なんて言いますか、野球やサッカーのような、この激しい運動と言いますかね、スポーツ選手はこう激しい運動をして、まあ、直後にアイシングをしますけども、あれはこう筋肉が炎症しているからね、こう、さっとこう冷やすわけであってですね、まあ、僕の場合はこのチャリ活、まあ、自転車はこうね、今自転車ゆっくりこぐので、まあ、ジャンル的に言えばね、この、なんか一定のこの運動をしていくマラソンとか駅伝ですよね。まあそのね、マラソン選手とか、まあ、ゴールした途端にですね、バスタオルとかで体をかけてもらいますよね。まあ、あれはね、マラソン選手がこう走っててですよ、まあ、ゴールしたことによってね、走るのを終えると、こう走った状態から比べると、やっぱりその運動量が少なくなるので、まあ、それまで使った体の筋肉がですね、急激に冷えるからなんですよね。なので、まあ、ゴールで待ってるスタッフさんがですね、慌てて走っていって、こうバスタオルをバッとブランケットとかをかけてあげて、こう少しでもこう体を保温してあげてるんです。きっと僕もそのように体を温める、そのね、保温の状態をこう維持していければね、まあ、足がつることはなかったと思います。まあ、でもそれだけ温度差は体に影響を与えるということですよね。よく似た話で、この、まあ、お風呂場での事故もそんなんですよね。あと、早朝のトイレでもね、同じことが起こります。で、これをね、ヒートショックと言います。ヒートショックはね、こう冬場に起こりやすい特徴がありますけども、まあ、その日本の冬はね、寒くて暖房が欠かせませんけどね、まあ、その多くの場合は、お風呂場やトイレ、ね、暖房もなくてですね、まあ冷え込むことが少なくはありません。まあ結構、まあ、多いです。これからどんどん多くなります。でも暖房によってね、温まっている部屋とですよ、暖房のないその寒い部屋、まあお風呂場でもね、トイレでもそうなんですけど、その気温差が大きくなってしまって、まあ患者さん、まあ僕らみたいな患者とか、まあね、高齢者の方の体にはね、こう負担になるわけですよ。まあ、体が温まっているこの布団の中からですよ、ね、出てこうトイレにね、早朝に行ったりとか、まあ、暖かい部屋から先ほど言いましたように、このお風呂場にね、移動したりするとですね、体はその温度差にこう対応しようとね、こう血管をこうギュッて収縮させてですね、血圧をね、上げなければいけません。ほんでまたそれから温かいお風呂のね、お湯に浸かることでね、逆に血圧はね、すんと下がるんですよね。まあ、こうしたことがね、血管や心臓にですね、大きな負担がかかってしまって、まあ、一時的にこう意識が消失するというか、ふらっとこう倒れてしまうというかね、まあ、特にこう高血圧で糖尿病などのね、持病がある人とかはね、気をつけた方がね、いいんです。まあ、その高血圧、糖尿病っていうんですか、なんてまさにね、僕ですよね。糖尿病とは言われてませんけども、糖尿病予備軍でありますのでね、注意せなあかんところでございます。その自転車をね、こいで温まった体を、自転車から降りて靴を脱ぐだけでっていう、たったそれだけの温度差でも、原理はヒートショックと同じですよね。温度差なんでね。その足がつるだけで良かったですけども、今回はね、寒さに耐えようとして血管がこうギュッと収縮してですよ。下がった血圧が上がろうとしますし、でもそこでね、急に温めることとかはお風呂に入るようなことはね、しなかったことでね、再び血圧がこうグーンって下がるのをね、防ぎました。実はね、足がつってびっくりしてて、戸惑ってる時間がこう長かったので、温める余裕なんかなかったんですよ、実はね。その温度差によるその足のつりもね、怖いですけども、ヒートショックのようなね、血圧の上下でのね、事故も怖いんで、皆さんもね、体温、室温の調節をね、気にかけてあげてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。